皆さんどうも、タイガです。お疲れ様です。今回やっていくのはこちら、叫ぶ尻尾、害悪叫ぶ尻尾やっていきます。空振り保険を持たして歌う、ビルドアップ、ステルスロック、バトンタッチ、はい、歌うで素早さをね上げるか、もしくは相手が眠る、ビルドアップ、ステルスロックを積みまくれる、でバトンタッチです。でバトンタッチでね、後続のねエースアタッカーに回していくと。もうそれで相手のね構成をねめちゃめちゃにしようかなと思います。ただね、この叫ぶ尻尾自体は攻撃技を一切持ってないので、ここね、うまいこと後続につなげていかないとよろしくないよっていう部分もあります。なので、まあ一番嫌なのはね、この上げても意味がないヘイラシャとか、ラウドボーンとか、あそこら辺をどうするかっていうのを考えながらやっていきたいと思います。はい、それではアストロさん、よろしくお願いします。砂の毛側だっけ、砂の毛側張り手山、なんか張り手山なんか投げつけでやってくるイメージなんだよな、火炎玉とかを。で、から元気してくるみたいな。で、セグレイブ、ミミズズ、腹張り、そして、ムーマネですね。はい。で、どうしようかな、羽ばたかみか。お相手がミミズズだったら、あれ、鋼タイプなんで、まあ、セグレイブじゃね、ダメージが取らないと土色なんですよね、確か。なので、ここは、まあ、挟むのがいいんじゃないかな、どっちかっていうと。叫ぶ尻尾、ハッサム。で、もう一枠を考えようか。突撃直帰の腹張り多いよね。だから多分ね、サーフ号とかにしてもね、突破できないと思うんだよね。まあ、巨ジョンを持ってくるか、巨ジョンでいいんじゃないかな、これ。巨ジョンでいこうか。投げつける対策にもなるんじゃないかな。巨ジョン。まあ、もしくは、アタッカーをもう一枠積むか。いや、これできます。最近マージで寒いっすね。寒すぎて、もうなんか、なくなりそう。さて、砂の毛皮。おー、ブーストエナジー発動しない。何持ってんのか分かんないな。で、しかも、私ですね、この子が、フェアリータイプなんですよ。で、彼が、電気地面で、まあ、電気タイプと地面タイプの技ばっか使うイメージ、あんま鋼使ってくるイメージはないんだけど、もしね、鋼タイプの技ぶちまかれちゃったらやられちゃうんで、まあ、ひとまず歌はします。これはもう、この子先手で歌はしないと始まらないんで。さあ、ナイス !55 パッとしていく。まあ、寝てくれるなら寝てくれるってラッキーだね。で、特殊技だった気がするんで、まあ、先ステロ巻きましょうか。ステルスロック。もちろんね、バトンタッチとの噛み合いも見せていきたいんですけど、まあ、歌うがね、もしね、外れないで当たってしまった場合、空振り保険が発動しないんで、そこはね、ちょっと注意しつつ、いろいろとやっていきましょうか。さあ、ビルドアップ。何来る？まだ寝てる。素晴らしいね。ただ特殊だった気がするんで、いくらビルドをしても受けるダメージは変わらないかな。ただ素早さは勝ってる。相手の攻撃が半分減らなければバトンタッチが熱い。さあ、ビルド2段階、目覚まして何してくんの？ステロー。なるほど。まあこれは全然いいっすね。はい、じゃあ歌いましょうか。あ、また立ってくる。そんなバカな。お、強いね。いや、これさ、もしかしたらだけどさ、ハッサムってこだわり始まきなんですよ。変えられないんで、これハッサムじゃなくてさ、巨ジョンの塩漬け効果力版でも面白いじゃないの、これ。さあ、ビルドアップ3段階。目覚ました。何してくんの？放電。まあ、全然減らないですね。さすが。うわ、でも麻痺しちゃった。それ麻痺の良くないんだよな。もうこれはもう歌うもう一回して、素早さ上がんなくてもここで次バトンタッチします。砂の怪我にはやられないと思うんで。まあ厳しい。なるほど、そういうタイプ。空振り保険が発動するまではね、歌を連打していってもね。はい。お、なんか歌うすごいね今。めっちゃ当たってない？3分の 2？
さあビルドアップひたすら繰り返す。相手迷ってますね。こんだけビルド積まれると困るよね。どうすんだろう。寝てる。でもね、十分ビルドアップしてるんで、これ以上しなくてもいいんですよね、ぶっちゃけ。体がしびれて動けないって言って、行動できないのが嫌なんで、もうすぐ起きる可能性も考慮して、こっから歌う連打して、失敗して、バトンタッチでいいんじゃないかな。さあ、放電。あ、寝ちゃう。当たりすぎ。当たりすぎてて。当たりすぎていて。逆に困っている。じゃあビルドもう一回積むけど。ビルドアップ?はい、もういいよ、ビルドアップ積まなくて。もう一回出しようか。起きて。あ、起きない。あ、まあ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 、結果的にね、動けないから、まあ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 、いいとして。あ、もう一回歌いしましょうか。目覚ました。放電かな?放電。ただまあ、もう一回耐えるっすね。さあ、歌う。当たりすぎじゃないくらいなんで、もう空振り保険発動しないんだけど、このままじゃ。え、これはもう、さあ、もう一回ビルド積んでバトンでいいんじゃない?もうここまで来たらもう、ね、空振り保険発動しなくていいや。6段階上がってるからね、これ。もうこれでバトンタッチしちゃうよ。もういいよ。もう十分やった。もう十分。はい。攻撃技一切なし。叫ぶしっぽさん。バトンタッチして。まあ、捨てるとね、まあ、厳しくなっちゃうんですけど、まあ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 、いいでしょう。もう、ハッサムでさ、もうずっとバレパンすればいいんじゃない?これ。今一つではあるけど、もうビルドアップこんだけ積んでるんで、やれると思うんだよね。起きんな?あ、そもそも高校だから起きないわ。バレパン行きます。いや、これいけると思うんだよな。落ちんじゃないのこれ。今一つでも鉢巻きだよ。6段階の。あ、さすがに落ちない。 HB かな。硬いね。まひんないでほしいけど。 OK、 まひってはいない。バレパンしましょうか。まあ、ただ素早さはね、勝ってないんですよ、大体のキャラに。ハッサムこれ S0 なんで、1も振ってないんで。なので、相手がもしね、先手技とか持っちゃうと、ちょっとねって感じではあるんですけど、あと5つ目とかね、ミミズズ。あ、これも B 受けでしょ?何持ってんだろう。トカタが食い込む。バレパン。全然減らなそう。お、強いわ。いや、でも、ただ尻尾切りはできないんじゃない、この体力は。てか、なんならワンチャンこれバレパンで落ちんじゃね。何してくるかな。ハッサムやられちゃうかな。やられてほしくはないんだよね、本当は。まあでもしょうがないな。バレパンいくか。やってほしいな、これ。やれたりしない。あ、さすがに無理。尻尾切りはできないよと。お、耐える。さすがボディープレス。なんでかって、この子現在6段階 B 上がってます。強すぎる。バレパン行きましょう。もう諦めちゃうね、これ。はい、バレパン。ドドドドドン。ミミズズも倒して。で、砂の毛側にも先手でバレパン打てて。もう一体何を。ハリテヤマ。猫騙しだった気がすんな、ハリテヤマ。でも死なないでしょ、ハッサム。猫騙し打たれても。耐えるじゃない?ああ、もうゴリゴリだよね。そうだよね。そりゃそう。そりゃそうよ。やけど。まあ、投げつける。してる暇がないと。え、これバレパンで落ちんじゃない?ああ、テラス。何テラスだもんね。等倍であるならば落ちると思ってる。あー、鋼かー。ことごとくバレットパンチ通んないね。全員今一つだ。今一つではあるんだけど、ただし、ビルドアップ6段階。あ、強いねー。あ、強いねー。はは、始まっちゃってるね、これ。超害悪下げる尻尾。終わりじゃんね、こんなんね。
超害悪叫ぶ尻尾始まっちゃってるよね。空振り保険発動しなかったけど始まっちゃってるよねこれね。完全に終わりだ。バレットパンチ。というわけでありがとうございました。はい、それではレモンさんよろしくお願いします。マリルリックエスパドラ、カイビュードラパルト、ハッサム、ウルガモスとなると、これはミミッキュにした方が刺さりそうな気がするな。ハッサムじゃないね。ハッサムだとちょっと通らない技が多すぎる。セグレイブでもまあなしではない。セグレイブね、直帰だしね、耐えやすいし、なしではないんだけど、セグレイブはちょっとハッサムに対してね、あまりにも無力。ミミッキュでいいや。叫ぶ尻尾、ミミッキュ。もう一枠どうしようかな。嫌なのなんだ。いやでもサーフ号とかでいい気がするな。サーフ号でいきますか。これでいきます。あ、いいね、ハッサム。 OKOK、 HB なんですよこの叫ぶ尻尾。なのでハッサムだったら多分耐えると思うんだよね。フェアリーエスパーだから、まあでもバレパンは痛いんだけど耐えると思うんだよな。ひとまず歌うします。バレパン一撃で半分はね減らないんじゃないかな。いや減るか、鉢巻きなら減るな。まあとりあえず歌います。はい、あ減らないね。あー、しかも歌入ってくわ、素晴らしい。うわー、なんでだこれ、ラム飲みなんだけど。そんなバカな、歌出しましょうか。しょうがないこれは。あ、でも相手が高校技ってことはバレパン以外の技を選んでる。ってことはですよ、この高校技で落ちる技を選んでるわけだから、ここはビルドアップします。多分ね、ここねステロ巻いてる暇ないと思う。ビルドしてで、ここ起きないでほしいな。寝てる、 OKOKOK。 で2段階ビルドしようか。いや2段階ビルドしてる時間はないんじゃないか。だってこれ次もし起きちゃったらバトンできないもんね、バレパンで。ならばこの叫ぶ尻尾コンボは1回ストップか。素早さは上げてられないんだけど、バトンしましょうか。もうここでバトンしてミミッキュに引いて、でミミッキュ引いてもミミッキュ耐えらんないんだよな。いやもう一回起きないでほしいんだよな、ぶっちゃけ。ちょ、もう一回起きないこと祈りますわ。初手ハッサムはちょっと相性悪すぎたな。もう一回起きないことを祈ってビルドアップ。うわー、奇跡が起きてるわ。え、これさ何打ってくんだろう、高校で打ってる技読めないんだけど。ビルドアップ打ってるの 2段階打ってる、ミミッキュに変えたとこで落とせないとは思うんだよね。命の玉で影打ち無理だよね、さすがに。いや3段階ビルドしたらワンチャン2発耐える説ない、無理かな。防御力めちゃめちゃ上がってるけど、目覚ますよね。で、あ、ドローボー、なるほど。まあ空振り保険なんで別にどうでもいいですね。まあおそらくバレパン来るとは思うんだけど、まあ、バレパン来るでしょ、バトンしましょうか。ここでそうで、あ、バレパン来ない、バレパン来ないぞ。でもこれ歌うする必要がなくなっちゃったんで、まあ、とりあえず3段階しか上げられてないが、まあ、ここでミミッキュいきますか。化けの皮は剥がされてしまうんですけど、3段階パワーアップしてるんで、あ、剣の前ね、あ、全然ありがたいねこれ、全然ありがたいわ。でここでどっちを打つかだね、シャドウクローを打つか剣の前をしてから影打ちを打つか。
全抜きしたいならば先に剣の前じゃない？これでいくか。さあバレットパンチ、化けの皮剥がれる、剣の前、これで5段階だよ攻撃力、5の3、防御力3段階で、ここだね、鍵打ちはするんだけど剥がれてたら切ろうか。もうミミックで全滅するつもりなんで鍵打ちいきます。まあ、鍵打ち2回必要になる可能性もあるけど、バレットパンチを耐えることが何よりも大事。5段階だったら落ちるんじゃないか。まあ、でもハッサムね、ちょっと B 高いんだっけ。鍵打ちどう？あー、耐えるね。命の弾で削られて、まあ、バレパン打たれるんだけど、素早さは勝ってるんで、でも耐えるじゃん。オッケー。で、鍵打ちはセンス技で火力低いんで、本来やりたいこととはちょっと違うからね。とりあえずこのハッサンを落とせればいいよって感じで、影打ち5段階アップ、ハッサンやってくれ、素晴らしい。でこの後や、命の玉は痛いんだけど、まあこの後頑張って削ってくれればとりあえずいいかな。マリルリ、まあ悪事だよね。これ悪事じゃ落ちないでしょ、ビルドアップ3回積んでんだから。ってなると、じゃあまあじゃれつく威力90、シャドウクル威力70でしょ。じゃれつくじゃね、 90% 当たるでしょ、攻撃力下がるし、いこう。悪事1個耐える、大丈夫、全然耐える、22しかやってない。じゃれつく、はい、大ダメージ、素晴らしい素晴らしい。マリルリ、マリルリじゃねえ、ミミック素晴らしすぎる。3体目なんだよ、全抜きしてやるからよ。クエスか、これはちょっとルミナコ耐えなそうだな。まあでも鍵打ちんじゃない、やれるでしょ。助けかもしれないけど、守る、まあまあ関係ないっすね、守るはどうせ先手技打つんで。クエスはやりに行くんですけど、まあ素早さは負けてる。タスキかどうかだね。おお、テラサル、何テラスすんだろうねこれ。格闘テラス、悪技回避かな。さあ影打ち、でも防御力低いぞ君。あ、だいぶ減る。でルミナコ、あ、テラバー、へー、まあまあこれはしょうがないですね、十分頑張ってくれたね、ミッキー。で、テラバースと守るルミナコ、1、2、3の4個目食べ残し、食べ残し、はー、へー、え、これサーフ号で終わりじゃね、ゴールドラッシュでサーフ号行きましょうか。叫ぶ尻尾わざわざ出す必要ないですね。まあスカーフではあるんだけど、まあそれは関係なくゴールドラッシュしましょう。一撃でやられることはほぼないでしょう。やれるはずないよね、多分クエストでサーフ号を。瞑想、あー、守る、瞑想、テラバ、ルミナコかな。いやでも持っていけると思うけどね。そうだよね。はい、というわけでありがとうございました。すごいスムーズ、叫ぶ尻尾も外役コンボ強くない？はい、それでは誠さんよろしくお願いします。来たね、ヘイラッシャー天然。ガブリアス、鉄の毒が鉄の貝な、貝流鉄の包みと。で、ヘイラー社ね。ステータスアップを無効にする、あいつがね、強いんだよね、マジで。まあ、叫ぶ尻尾。で、巨匠を持っていこうか。巨匠を持っていくとして、もしくはね、サーフ号にしてもいいんだけどね、サーフ号にしてトリックしてっていうのでも面白いんだけど、
で、あの1個の技しか使えないみたいなのも面白いんだけど、あのアタッカーをどうするかちょっと考えよう。ヘイラッシュをやれるアタッカー考えないといけない。ヘイラッシュやれるアタッカーかいねんだよな。セグレイブの巨剣突撃ブッパーとかでやりきるしかないんかな。ハッサムじゃあまあ無理じゃん。まず無理。ミミックでも命の弾のねダメージの弾大きくて無理。あ、セグレイブ持ってくか。セグレイブ持ってって、でどれかもう一体、もう一着サーフか巨人。隠密マントだったら終わりなんだよね。で、カイリュウがハチマキか食べ残しって考えた時にヘイラッシュが、まあ、5つ目食べ残し隠密マント、どうしよう、どっちがいい。ここは巨人でいきます。巨人でこれでいきましょう。どっちが正解かちょっとわからん。包みから来るか。いや、これドロポン、フリーズドライドロポンだよね。まあ歌いましょうか。先歌います。寝かせられたらラッキー。あ、挑発終わった。変な技持ってやがるこいつ。終わってるんだか。どうするこれ。結構終わってるんだけど、巨人いくか、しょうがない。結構終わってる。これ身代わり撃たれたらマジで終わりなんだけど。挑発持ってる、ちょっと怖いな。あ、ドロッポン、しかもドロッポン一撃、無理ゲーすぎる。なんだこれ、命の弾、鉄の隅、無理ゲー強いられてる。はあ、まあ落としに行きましょうか。ちょっと無理ゲーを強いられてしまっている今。かなり厳しい展開。命の弾、ハイドロポンプ、あんま減るんだね。一応ね、巨人 D 受けなんでゴリゴリね、特殊防御マックスなんですよ。 HD なんですけど、それでも一撃、さすが堤さん。あ、引っ込めた。勘弁してほしい。ヘイラッシャー、これ5つ目じゃね。5つ目ではない、ため残しでもない。これ隠密マントじゃないの。じゃあ先ほど尻尾にします。これしなきゃいけないから。まあここで嫌なのはあくび。てか巨剣突撃であれしか減らないって、お前どんだけ硬いんだよ。まあ、多分あくび打ってくるかな。あ、眠った、眠猫か。あ、まあそれはちょっとチャンスかも。あ、全然チャンスじゃない。なるほど、じゃあ歌いましょう。まだチャンスはあると思ってる。まあ罪かなこれ。あ、罪だね。はい、入ってく。入るってことはね、逆に素早さが上がらないってことなんで、まあ、ちょっと問題ではあるんだけど、どうしようか。で、あれを持ってるんですよね、挑発を。一回はビルドアップできるけど、ここでビルドを打つか、もうここ先バトンしちゃって入れ替えるか。いや、一回はビルド必要だな。で、これで相手がもう一回動けない状況になってくれないと困る。これで動かれて挑発されたら終わりだね。バトンします。もう一回寝て。お、引っ込めた。まだチャンスかもしれない。ヘイラッシャー、はい。まあこのね、ヘイラッシャーね、こいつを落とせないと始まらないんですけど、こいつがね、眠るなんだよね。まあ
そうね、巨剣打ってもなーってとこはあるんだけど、何してくんだろうねこのヘイラッシャー。巨剣の PP もね振ってないんだよね実は。巨剣しますか。はい、全然減らん、硬すぎ、呪い、やばいねそれ。寝るでしょ君、どうせまた巨剣突撃。うわ急所は強い、寝るよね。でもあ寝ない、痛え痛えけどチャンスはあるぞ。ここ巨剣だ、いや巨剣じゃない、ここは地震だ。巨剣も PP がなくなってしまう、ここは地震だ。とりあえず君はやる、あやれない、そんなことあんの、え嘘、硬すぎない、終わりやん。え俺積んだんだけどこれ、技がねえ、技がねえ、攻撃技が一個もねえ、どうするこれ。諦めない心大事、諦めずに。なんか今回歌うの命中率やべえな、歌うの命中率やばくて毎回撮ってんだけど歌う。えこれどうしようもないんだけど俺、ステルスロック、はい、あ毒が、えもう毒技 KO じゃんねこんなんね。いや俺はちょっとこの今回さめちゃめちゃ頑張ってくれた叫ぶ尻尾、この子をねいじめたくない、いじめられたくないんだよ。間違いなくこの子は大活躍したんだ、ハッサムにしかりミミッキーにしかり頑張ったんだけど、ヘイラッシュやだよねって言ったらヘイラッシュ出てきて、鉄の罪やだよね挑発って思ったら挑発出てきて、叫ぶ尻尾が傷つくとかはね見たくないんだ、潔く諦めよう。というわけでありがとうございました。